やかましいな、ツッコミどころには変なところだけ鋭く育ってるね。それよりねおちゃん、昼休みだよ。いいの休憩取らなくて。あ、もう3時みふ、行こう。あそこの新しいショップ見に行かなきゃ。なんだよ、ショウゴ。ああ、なんだよ。なんでそんなこと聞くんだよ。まあいいよ、聞いてやる。ちょっと待て。ねえ、店長、来てくれない？うん、そう、わかった。お待たせ。店長に調べてもらったら、その日はネオちゃん午後出だったってさ。俺はその日多分カフェに来てなかったんだよ。店長によるとミクちゃんは一人で来てたってさ。ほら、お前がトビーから殴られる前の日だろ。その日もトビーがタマちゃんを連れて珍しくやってきてて、そこにミクちゃんも混じって3人で出かけて行ったって。奇妙なトリオだったから、バイトのシフト表を見るまでもなく、その日のことは覚えてたってよ。ショウゴ、どうしたんだ？変だろ。うん、じゃあな。いらっしゃいませ。
う終わるけど、今日は早上がりなの。何？面白い話？どういうこと？本当に？もちろん頼んだぞ、スパイ君。あ、ミフのも余分に買っといてくれる？持って帰るから。うん、わかった。じゃあ、後でね。すごい、ルックスそっくり。それにしても随分買ったね。ありがとう、スパイ君。いい仕事だったぞ。いくらだった？そう、その情報も重要だけど、そうじゃなくて、翔子君がいくら立て替えてくれてるのかってこと。悪いよ、そんなの。ちゃんと払うから。気分って変なの。気分ってどんな気分なの？頑張ってる。うん、頑張って似せてある。でもまだまだ青いな。もう少し頑張りましょうって感じ。わかるかな？わかんないだろうな、翔吾くんには。ごまのペーストの濃さがね、全然違うでしょ。それにやっぱり隠し味が違う。この見てくれはいかがなものかって気がする。ここまで見た目を似せといて、詐欺だよ、ペテンだよ、騙しだよ。私絶対許せない。ミフにも食べてもらったら、今晩は二人で議論しちゃおうかな。ミフも私と同じ感想を言うと思うよ。
残りはミフの分持って帰るね。ごちそうさまでした。